層一層大事にして後々優勝することです。もっと実力つけて A 級に早く上がれるように頑張っていきたいと思います。優勝戦に乗って優勝することです。シンデレラの素顔。2019年の賞金女王を目指す女子レーサーたち。ボートレース徳山で行われるクイーンズクライマックスを目指す彼女たちの道のりを追いかけます。今回のシンデレラは寺田千恵選手。舞台となるのは G3 オールレディースが行われるボートレース福岡。年末に向けて大事にしていきたい一戦となります。果たして寺田選手はどんなレースを見せてくれるのでしょう。せっかくメタに引かないいいエンジンも引きましたし、クライマックスだといいエンジンから出るので、そういう調整の方法も勉強する時だと思いますので、年末を視野に入れながら一層一層大切に走って、本当に優勝できたらラッキーかなと思ってますけど、一生懸命走ります。寺田選手は1989年にデビューしておよそ30年間、長きにわたって第一線で女子のボートレース界を盛り上げ、これまで数々の歴史を残してきました。デビュー10年目の2000年、若松で行われたボートレースメモリアルに SG 初出場。みんな券は少なめに、応援はいつもより倍でお願いします。そして翌年の2001年、唐津で行われたグランドチャンピオンでは女子選手では初めてとなる SG 優勝戦進出という快挙を成し遂げました。第11回グランドチャンピオン決定戦競争優勝戦です。新たな歴史の到来か、帝王復活の序曲か。猛者が集う中、1号艇で挑んだ優勝戦。1コースを守りきり立ち向かう姿はファンの胸を熱くさせました。インコースから1番、2番、3番、5番、4番、6番の体型です。第12レース優勝戦、今スタートしました。インコース1号艇スタート、遅れました。2コース、3コースは好スタートで、この展開から2コース、2号艇の植木が一気にまくっていく。インコースから1号艇寺田が飛びついた、内側行った。3号艇状態が1周1番を指して決まったか。2号艇スタートが遅れ5着という結果で終わりましたが、この寺田選手の戦いは女子ボートレース界の先駆けとなりました。だんだんその強い中で頑張っていけるようになってきて、記念もいけるようになって、もうノリノリでしたよね。人生の追い風が吹いてる感じで、本当に自分の実力以上の追い風が吹いてたと思います。もうなんか乗るのに必死でしたよね。今みたいにもうちょっと落ち着いてっていうか、客観的に見れればもっと楽しめたのかなと思います。あの時はもうとてもドキドキしすぎて、まだ子供だったなって思います。はい。その後数々の記念レースにも出場。女子レーサーの頂点を決めるレディースチャンピオンでは2度の優勝を果たしました。自分が思うよりなんか結果の方がついてくるっていうか、本当にラッキーなボート人生で、自分の実力以上にすごいそういう大きな大会とかも頑張れたりとかして、自分ではすごいやれるっては思ってはないんですけど、なんかこう結果が出ちゃうから、あ、もっと引き締めて頑張らなきゃっていう感じです。はい。ラッキーなボート人生だと振り返る寺田選手。しかしそんな寺田選手にもおよそ10年前にある葛藤があったといいます。無なんですけど、すごく欲をかいていろんなことを吸収したいって言って頑張ってきて、ある程度年を取ってきて、あれもこれも欲張りすぎなんかなとかいう風なちょっと迷いが出た時に、自分は欲張りすぎなのか、そんな気持ちを抱いていた時、記念レースで一緒になった
三角選手のある言葉が寺田選手を救ったといいます。僕たちは普通2頭を追うもの1頭を得ずと言いますけど、2頭を追うものにしか2頭は得られない世界なんだぞって、だから思いっきり欲張っていろんなことを欲張らないと収穫は人より来ないから、もっと欲張っていい世界なんだぞって言われた時にもう本当にそうかと思って、あ、だからやっぱ先輩は今でもすごい一線で頑張られてるんだなと思って、もう一回自分も欲を出して頑張っていきたいなと思った言葉でしたね。三角選手の言葉をきっかけにさらなる高みを目指し始めた寺田選手、その活躍を近くで見ていた同じ岡山支部の福島選手はどう感じているのでしょうか。20代とか30代ぐらいから変わってる感じは一緒に生活とかしてても見ててもないんですけど、まあ、でも船乗るのが好きなんでしょうね。あとはやっぱりこう気持ちが、そのレースに対する気持ちはこう勝つっていう気持ちは強いのは変わらない気がします。あとはやっぱり後輩も割とみんな活躍してるので、そういう後輩にちょっとこう何ですかね、影響を受けてというか、そういうのは私も頑張ろうみたいなのはあると思います。レースに対する貪欲な気持ちを持ち続けている寺田選手、その気持ちは寺田選手にとって初めての弟子となった安井選手をはじめ、記念戦線で活躍している吉田選手や森谷選手といった後輩たちにも受け継がれています。まあしんどい時もあるんですけど、大半はやっぱ自分がやったことが成果になって出てくるっていう充実感がやっぱあるので、いろんなことを考えて失敗して、そしたら成功もしてっていうので、やっぱ楽しいですよね。考える分楽しいというか、うまくできない分楽しいし、うまくいった時は最高だしっていう、もう刺激ですよね。それでやってこれてると思います。自分がやっぱ自分のことを、まあ、理解して好きになって、自分がこうしたいレースっていうか、面白いレースをしないと、面白くなかったらやっぱりそういうレースをお客さんが見ても多分面白くないと思うので、それが一番だとは思いますけど、私の中ではですね。自分のことを理解し楽しいと思えるレースができるように、これからも追求し続ける、その寺田選手の姿がきっと後輩たちに受け継がれていくのかもしれません。スタート力磨きます。優勝。永久になる。シンデレラの素顔。今年の3月に小島で行われたレディースオールスター、西日本豪雨の復興を目指す中開催されたこの大会、地元ファンからの期待にしっかりと応え、寺田選手は見事優勝を飾りました。あの大会がもう成功に終わればいいなって思ってた中で、まあ、まさか自分が優勝という形で終われる、本当絵に描いたような形で終われるとは思ってなかったので、理想っていうか、そうなれば本当にラッキーだなって思ってたことが実現したので、まだ持ってるなと思いました。寺田選手はこれまで優出300回、優勝67回という輝かしい記録を持っています。
さらにこれから叶えていきたい目標とは一体何があるのでしょうか。クイーンズクライマックスができてからやっぱタイトルとして取ってないので、それは取りたいなっていう気持ちもありますし、本当大先輩たちが日高さんとか山川さんとか谷川さんとかがもうみんな2000勝を超えて、山川さんなんかもう2500勝が目前ってする中で、やっぱ自分も2000勝までがもう少しなので、もう一つの段階としてそれをクリアできたらいいなとは思ってます。長年共に女子レースを支えてきた先輩たち、その姿は寺田選手にとってとても大切な存在になっています。すごい励みっていうか目標ですよね。すごい手が届かないですけど、少しでも近寄れたらいいかなと思ってます、はい、そしてもう一つの目標が、まだタイトルを取っていないクイーンズクライマックスの優勝。寺田選手は女子レーサーの中で唯一、第1回から毎年出場を続けています。安定してるっていうのがまあ得意技なのかなって思うんですけど、あんまり浮き沈みがないので、まあ、ありがたいことにこの位置に入れるんですけど、まあ、毎回参加して思うんですけど、何がこう勝つための要因なのかがまだ分からなくて、それまですごく絶好調だったからって勝てるわけでもないですし、本当にラッキーがついてくれば勝てるのかなって思うので、でも出ないとチャンスはないので、出ることを目標に、数打てば当たるかなって思ってるんですけど。ラッキーがたくさんあったという30年間のボート人生、人一倍ボートレースに真摯に取り組み努力しているからこそ、たくさんのラッキーに巡り合うことができました。寺田選手はこの先の自分をどう見ているのでしょうか。私はもう辞めるまで自分はもう勉強しなきゃいけないと思ってるこう世界なので、ここでいいやって思ってしまえばもうそこで交代していってしまうと思うんです。時代ももう新しくなりますし、レース体系だとか、まあ、エンジンもそうですし、プロペラももうどんどん新しくなっていくので、それをある程度流行りに乗らないと交代していくので、そこはこうアンテナを高くして広げて、少しでも新しいことに真似っていうか似たようなことができればいいかなと思って考えてますね、はい、時代とともに常に進化を続けることができる柔軟性、そして日々自分の課題としっかり向き合い考えて取り組んでいく姿勢、これが寺田選手の強さの秘密なのかもしれません。今回の舞台福岡で行われたオールレディースでは、オール3連隊の成績で予選をトップ通過するも、準優勝戦で2着、4号艇で挑んだ優勝戦は4着という結果で終わりました。そうですね、リズムは良かったんですけど、最後1個だけミスしたらやっぱり優勝って難しいですね。はい、また完璧に走れるように頑張ります。しっかり気を引き締めてリズムアップしていきたいと思います。応援してください。これからもボートレースを楽しみ学び続ける、寺田選手の挑戦はこれからも続きます。福岡オールレディース終了時点での獲得賞金ランキングはご覧の通りです。徳山で行われる女子レーサーたちによる大晦日決戦、8代目のクイーンを目指す戦いはこれからも続いていきます。